はい皆さんこんこにちはえー、今日ね職場に行ったらうち、えー、で働いてるねパートのお姉さんが、えー、携帯を持ってきまして「ちょっとこれ見てととその携帯には子猫がね雨に濡れて1匹ね写ってるんですよ。 でまあ、このパートのお姉さんの知り合いの方があの撮影したいんだけどもカラスとかに狙われてるみたいな感じがあったんで、えー、そういうところに保護するように電話したそうです。やっぱりねあのー、まあこの子が、あのー、そのまま野良猫なのか、えー、はたまた誰かがしてたのか。 それはちょっとわからないですけどももしねあのー、捨ててる人がいるならばもう最初からね、えー、そういうかわいそうな猫を作らずに、あのー、やめてあげていただきたいですよね、えー、つい最近のニュースでもありましたよねえー、ゴミ袋に猫を詰めてね結局その猫ちゃんたちはね全員ね、えー 二十の祥を渡ったという悲しい出来事もありました、えー、皆さんねやっぱり命の重さ命の大切さをねもっともっと考えてほしいと思いますまあ俺は動画とかあのライブとかでも言うてますけどやっぱりねあのー、この子たちにも命というものがあるんねやからもっとね重さをね考えていただきたいです 本当にでまして、えー、これからね、えー、ワンちゃん猫ちゃんを飼いたいと思ってる方は本当にね覚悟して飼っていただきたいもうほんまね可愛いだけではね絶対に無理なんですからじゃあ、あのー、道端に例えば子猫がおってももし連れて帰るんならば、あのー、それなりの覚悟を決めて、えー、帰っていただきたい。 でまたね、あのー、多頭買いとかあしてる方もそうですけど、あのー、やっぱりね、あのー、無理な多頭買いとかはもう絶対やめた方がいいと思うね、うち、ん、でもそうやからね、頭、あのーまあ、数は少ないですけども、やっぱり、あのー、お金とかもかかりますしね、であのー、掃除とかそういうのも大変になってきますから。うん、まあ、あのー ね責任持って最後までねちゃんとしてあげるんやったらまあこれはまあ話は別になりますけどだこの間のねあの悲しい出来事みたいなこともちょこちょこ起こるわけじゃないですかあだからね、えー、皆さんねもっともっと真剣にね、えー、動物たちと向き合って、えー、考えてね、あのー、飼っていただけたらいいかなと思いますこの子たちにはね何の罪もございませんのでね まして、あのー、人もそうですけども、人は親を選ぶこともできません、動物も飼い主を選ぶことができません、そういうことですね。まあまあ、あのーね、そういうことをしたら、もうだんだんねあの、罪はね、重くなってくるんですけども、個人的にはね、もうちょっとね、あのー、罪を重くしてもいいかなと考えてます。そういうい動物に対しての 虐待とか、えー、まして物みたいなしてる人につきましてはねもっともっと厳しいね処分を下しても俺はいいと思いますまあ今日のにゃんこがね、えー、どのような感じになったかはまだちょっと分かんないんですけどもとりあえず保護されたんでよかったと思いますいやほんもね見たらびちょびちょになってかわいそうでしたほんとに。 それか、あのー、母猫とはぐれてね、あのー、どっか行ってる間にね、その人が見つけたか、うん、それはちょっと詳しい話は聞いてないんですけども、でもずっとそこにおってみたいから、母猫も育児放棄したのか、それはどうか分かんないですよ、それか捨てられたのか、それは定かではないですけども。いや、皆さんね、えー、これから動物を飼う方は真剣にね、覚、え、悟、ー、を決めて、 最後まで責任持てるんやったら買ってください。自分からは以上です。ちゃんちゃんありがとう。